こうしっかり塗ったら逆にぼかす。ブリーチしてもやっぱり赤みが出るから、してもやっぱりなかなか難しかったかもしれないですね。暗い色じゃないと。そうですね、はい。でここのウェイトがどうしても落ちちゃうんで、こういう時どうすればいいかっていうと、アルトゥーセニングでこのポイントだけ取って、リフトしてセニングをちょっと入れます。そうするとこれだけでウェイトの位置が軽くなって上がるんで、こう一瞬にしてぴったり合うんですね。ここがだいぶすっきり、今のだけですっきりされてるんで、さっきのこういうボテーってなってるのがちょっと直ります。これがまだボテッとしてるから、ここのウェイトをちょっと上げて、これで多分2センチ上に上がるんで、このぐらいの方が合うかな。よし、2時間でブリーチしてカラーを、なんとか。はい、ちょっとね、耳後ろの方はちょっと重さが結構重いんで、ちょっと若干中間よりは攻めてますけど、買い方がちょうどこの真ん中に来たところってあるんですよ。その人によって違うんですけど、そこを取ります。なんでイヤートゥイヤーっていうよりは、その人の場所でそれぞれ違うんですね。左右でも違う場合があるんですけど、なんで結構サイドそのまま下に落としてるんですね。で右と左ちょっと違うんですけど、実際これ自然に落ちる位置ってすごい大切で、この位置を基準にします。はい、バックはもうね、ボンノクボ根元の方やらないので、ボンノクボから下まずやります。これ使ったのはムササビトリートメント、パウダーブリーチ、それから、もう一点は、ちょっとあるものをちょっと入れて、まあ、ちょっとパワー上げてます、まあ、スピードを上げたいので。はい、なので、リパレットしてそのまま塗っていきます。はい、パレットの状態で塗ります。はい、次また5センチ、結構ね大雑把に入れていくんですけど、次5センチ取ったラインで、やっていきます。でここからはもうニュアンスなので、あ、この辺欲しいなと思うところにちょっと入れていく感じです。結構ラフです。これバックコーム結構大切なんですけど、このバックにバンとこうちょっとやる感じ。はい、毛先の方、根元の方はもうどうでもいいわけじゃないんですけど、これバックコームちょっと入れますね。で、毛先の方を中心にバック入れます。バックはあまりやらなくて表面だけでいいので、これで、あ、この辺が明るくなるのかなっていう、まあ、大体の感じが結構楽なやり方してます。今度は縦深い感じにちょっと入れていきたいので、縦スラで全部入れていきます。はい、全部縦スラで、こんな感じですね。縦スラで入れてちょっと縦長の感じですかね。で根元は軽く逆塗り、逆塗りというかバックコームして、そんな感じ、バックコームではないか、逆塗り、このぐらいの感じで縦にやっていきます。いいでしょうか。毛先の方をしっかり浸透させて、あと逆に逆塗りをして押さえていきます。ここはね、なんか縦のイメージがちょっと強くなる感じですね。こんな感じで、はい。で、今度こっちのサイドもまだ塗ってないんで、この辺縦スラに取って、縦パネルの大きいスライシングみたいな感じですかね。でパパパッと根元を逆塗りして出てきます。こんな感じですね。で今度はもっと細かい細い縦スラを入れていきます。はい、ミッシュというよりはもう縦スラ、細い縦スラで、根元はあんまり攻めないようにして、根元ちょい染めぐらいかな、細いやつ
だから5ミリ幅 の, あのスライシングを縦に入れます。はい、5ミリ幅のスライシングを縦に入って根元を逆塗る。手先を塗って根元にぼかす。はい、でここでやっていただきたいことが1個あって、まあ後でもいいんですけど、ちょっとこういうふうにコームで、少しどんな感じかなっていうのを1回探ります。ここでちょっと足りないなと思ったらもうちょい足していきます。下はそのままバスッといっちゃって自然に落ちるとこでいって逆塗りします。まあバックもトップと一緒で、5ミリの間隔でスライシング入れます。縦スライシングを5ミリの間隔で入れる。2段入れて終わりですね、こちらで塗ったら根元スッとぼかして、これ染まりすぎちゃうので、で、ここをこんな感じにやって、こんなもん適当で大丈夫ですね、根元はね、こんな感じ。これで席が、手のスピードでやんない、結構あのゆっくりやられる方、メッシュブリーチとか多いんですけど、スピード上げないとムラになるんで、早く塗れないとダメだと僕は思うんですね。なのでブリーチは結構スピードで塗った方がいいです。結構ゆっくり全頭塗るのにすごい時間かかってる方とかも動画で見るといるので、それだと時間が結構伸ばしちゃう。根元から5センチのところ指3本分です。5本のところ取っ3本のところ取ったら止めて、はい、下のところを塗ります。こうしっかり塗ったら逆にぼかす。でこっちは逆がヘビーサイドなので、こっちが逆なのね、逆の方はあんまり量がないんで、もうここ1段でいきますね。でちょっと長めのスライシングになっちゃうんですけど、5ミリのスライシングでやっていきます。逆に塗る、後ろに落とす。これがホイールとか使ってるとめちゃめちゃ時間かかるんで、ホイールなんか使わないでやった方がいいです。で、こちらやっていきますね。バックにやって、顔周りの毛あんまり取りたくなくて、顔周りのところあんま取ってないんですよね。顔周り一発目はなんか嫌で、なんか触覚見たくなったら嫌なので、そこ取らないようにしてます。まあ、それ僕のこだわりなんで合ってるか分かんないですけど、でここで最後つやって塗って毛先またぼかしてで終わり。黒もいっちゃいたい。いや、引いていいよ。行きながら塗られてる方がいい。食べながら塗られてる。多分面白いと思うよ。面白い。絵的に。絵的に。取れる。ちょっとさすがにきついですね。いや。塗り終わってからね。ですね。はい、根元を開けて塗る感じですよ。根元を外しています。で時間差で毛先には伸ばしていくっていう感じなんで、新しい薬、毛先用の薬はまあ作りません。ブリーチもそんなにガンガン抜いてないので、